玉川徹が暴言連発で大炎上日韓関係で本日放送されたテレビ朝日のモーニングショーの中で玉川徹さんが次のような発言をしてしまいました日韓関係は今のままでいいんですか韓国の国民感情を考慮しないとだめでしょうもう謝らなくていいなんて言っちゃダメだめだドイツとポーランドの関係を見てももう謝るのをやめるっていう国はない 請求権協定は細かいことだとなっておりまして。この日本と韓国はわざわざ法的にですね、日本が朝鮮半島を統治併合していた時代の全ての問題は解決済みであると確認をし、さらに日本は賠償金まで支払っております。そういった中で、 玉川さんのこのような主張は、法治主義、法の支配そのものに挑戦するような形になってしまっておりますが、この協定はどうでもいいと玉川さんが主張されるのであれば、個人間、企業間、企業と個人との約束、また、日本だけではなくて世界中の国々との約束、こういったものが全て 無効であるとといいうことになってしまいます玉川さんの主張は世界の法の支配そのものを崩壊させてしまう非常に危険な主張でございますのでぜひとも玉川さんには人事主義感情優先ではなくて法を法律を 優先していただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました